愛知県庁舎は愛知県名古屋市中区にある愛知県の各部局が入居する庁舎である本庁舎西庁舎自治センター愛知県議会議事堂からなる施行は戸田組愛知県庁本庁舎本庁舎は1938年3月完成昭和天皇ご大天の記念事業の一つとして建設された西村工事と 渡辺一氏の基本設計をもとに、工事顧問の佐野力、土屋淳一の指導のもと、愛知県総務部営前課が実施設計を行った。長部に名古屋城大天守風の屋根を乗せた定管様式の衣装が特徴的である。鉄骨鉄筋コンクリート造り、地上6階、地下1階、東屋1階。平面形状は日の字型で、 建築面積4665.99平方メートル、延べ床面積28314.48平方メートル、高さ39.79メートル、重量は約73,400トン、建築費は300万円。2002年から2003年度の構造調査で、東海、東南海連動型地震で想定される震度6弱の揺れにより、 中波もしくは大破すると予測されたため、2005年12月から2009年12月まで、鉛入り積層、ゴムアイソレータ等を採用した、免震工事を実施した。これにより、一般社団法人日本建築防災協会が主催する、平成25年度耐震回収優秀建築、貢献者表彰において、耐震回収優秀建築賞を受賞している。なお、 愛知県が発行している収入証紙の旧証紙には愛知県本庁舎の図柄が使用されていた。2014年12月10日、愛知県庁舎が意匠的に優秀なもの、歴史的価値の高いものとして国の重要文化財に指定された。下記の数値は建築雑誌第52集第638項617ページを参照した。南自動車こと 北自動車庫は愛知県本庁舎の南北にそれぞれ配置された車庫で、桁行雪は約56メートル、鉄筋コンクリート作り平屋建て、建築面積はどちらも371.19平方メートル。東端の一室は乗務員控室として使われており、南自動車庫の一部には建設当時のシャッターが残っている。愛知県庁舎の不指定で重要文化財に指定されている。 愛知県西庁舎第二次世界大戦後、県の気候の拡大とそれに伴う事務量及び職員数の増加により、本庁舎の他に5つの分庁舎が設置され、県民に対し不便を強いることとなった。そのため、業務の効率化を目的として分庁舎を集約することになり、1962年6月に西庁舎建設に着手した。 二年後の1964年6月30日、竣工、鉄骨鉄筋コンクリート作り、地上10階地下3階、建築面積3704平方メートル、延べ面積33705平方メートル、高さ41.50メートル、総建築費は19億5504万円、完成時、名古屋市で最も高い建築物だった。 庁舎の屋上にはヘリポートが設置され、愛知県警察のヘリコプターを中心に使用されていた、愛知県自治センター1877年春行の愛知県庁舎、ありがとうございます。